藤原紀子は平安時代末期から鎌倉時代前期の女官。行武教、藤原藩賢の娘、言葉天皇の乳母。同じく乳母で献世を誇ったことで知られる金子は妹。農園の妻、後源、道近の妻。言葉天皇の妃である、源の有子の母で、土御門天皇の外祖母にあたる、十三味。通称は行武教局。 子は他に、源の道てる、源正し通り、源通方。父半圏は、のりこら子供たちが幼いうちに死去したため、定米とともに、叔父の藤原半期に養育された。平野清盛の義弟にあたる農園と結婚して、上安元年に、娘の在庫が生まれる。自称4年7月、高倉天皇の第4巫女高平親王が生まれると、妹金子と共に、 呂となり、親王の養育に当たった。樹永2年7月、夫農園は、安徳天皇、平家一門と共にと落ちた。平家物語では農園が妻と、高平親王を連れて最国に落ちようとしたが、典子の弟である、藤原則光が引き止めて農園だけが落ちていったとする、話を載せている。とでは、安徳天皇に代わって新たな帝の選定が、行われ。 後白川法皇の選定により、の子が乳母を務める高平親王が擁立され、後鳥羽天皇となる。天皇の乳母となったの子に、源の道近が接近し、の子を妻に迎え、の子は文治三年に道近の三男道照を生んだ。かつての夫農園は、元略二年三月の壇の浦の戦いまで、平家一門と共に清掃し、その後捕虜となって、 文治5年5月頃に帰落するが、その時の子は、道下の3人目の子を解任している身であった。農園との間の娘在庫は、道下の勇士となって宮廷に仕え、言葉天皇の長を受けて、研究6年11月、第一王子ため、人志神を生んだ。研究9年正月、3歳の美加土見門天皇が即位し、天皇の外祖父となった道下は建政を振るった。 正治2年8月4日、死去。区間省によれば、道近は、のり子の死後に、幼女の在庫と密通し、それが元で在庫への言葉天皇の長愛は失せ、半期の娘しげ子への調が深まったという、ありがとうございます。